こんにちは、軽動物医療センター佐野です。今回は神のことについて4回目になります。お話しします。神の病気についてお話ししたいと思います。まず最初に代謝性骨疾患 MBD メタボリックボーンディジーズの省略です。でこれは何が原因で起きるかといいますと、まず食事中、食事が問題で、食事の中のカルシウムの不足、リンの過剰、これによって起きます。で、まあ、大体自然界では大体カルシウムとリンの比率が大体1対1 1対1ないし2対1ぐらい、これが自然界での、あの食事中の食事のカルシウムの比、カルシウムとリンの比率ですね。でこれがですね、飼育してる時には逆転してしまって、カルシウムが1に対してリンが40ぐらいになっちゃうことがあります。ではどういう時にそんなリンが少なくてカルシウムが多いということになってしまうかということですけど、肉食性のカメで、その人工肉、ハムとかソーセージとか魚の切り身、それからあとはカルシウムとリンの比率の悪いコオロギ、ミルワームといった昆虫、そういったのばっかり食べると起きます。あと草食性のあのカメでは、あの通常はそのカルシウムの多い葉野菜、それから雑草、主食で与えられるべきですけども、野菜はあげてるけども、レタスとかキュウリとか果物とかカルシウムが少ない食事が主体になったりすると起きてきます。それがあの原因の一つ、まあ、食事が原因だと。それからもう一つはビタミンの D3、これの不足によっても起きます。で、まあこの D3 の不足は主にはその UVB の照射不足によって起きます。UVB ってことは日光浴が足りてないってことですね。日光浴を十分やってれば UVB は十分入ってます。もしくは日光浴ができないんであれば、その UVB ライトを8時間から10時間ぐらい照射してやるということですね。で普通これが当たることによって亀の皮膚の分泌成分から亀はビタミン D3 を合成することができます。だからまあこの2つの原因、食事の内容が悪いと、それから日に当たってない、要は UVB の照射不足によるこの2つの原因でカルシウムとリンのバランスが悪くなる。そうすると骨とか甲羅がバランスが崩れて、骨からカルシウム成分が抜けて、骨とかから甲羅が柔らかくなったり変形してしまったりしてしまいます。で、まあ、症状がそれなんですけども、骨で形成されている甲羅が、まあ、要はすごい障害を受けます。だから甲羅の形が特にリクガメなんかとドーム状のもっこりしますけども、そのもっこりがなくなってきて、リクガメなのに平べったくなってきたり、それからあと水ガメではもともと流線形で平べったいわけなんですけども、甲羅の成長が遅れます。特に若い時だと、そうすると頭とか手足だけが成長してしまって、なんか体の甲羅の大きさの割に手足が大きいというか、だから手足や頭が甲羅の中にしまうことができなくなってしまったりします。でまああと甲羅が普通の子より柔らかいと、そうするとうまく歩けなくなったり、陸ガメではね、それから水ガメではうまく泳げなくなったりしてきます。それからあと
この代謝性骨疾患など不正交互になりやすい。そうするとくちばしが上下がうまく噛み合わなくなって上だけがやたら伸びてきて、そうすると定期的にカットしなきゃいけないと。それからあとこれによって血中カルシウムがね、カルシウムが少ないわけだから血中カルシウムがすごく下がってくると二次的に上皮小体の機能が亢進してくることがあります。そうすると血中カルシウムじゃなくて、血中カルシウムを骨に持ってこうとするわけですね。そうすると血液中のカルシウムが少なくなって低カルシウム血症を起こす。そうするとあの食欲不振や活動性の低下、食べんくなっちゃう。からあとはその低カルシウム性のテタニーっていうか神経症状、痙攣を起こしてしまってしまうこともありますと。それが MVD っていう病気です。でまあ予防としたら要は食事、カルシウムとリンのバランスのいいご飯を食べさせると。だからリクガメであればあの葉野菜で、の色の濃い葉野菜、小松菜、チンゲン菜、大根の葉、モロヘイヤ、これを全体の食事の 90% 以上にする。それから肉食あの性のカメにはあの生物を丸ごと、例えばソース、あの魚の筋肉だけあの揚げるのではなくて丸ごとね、骨ごと、だから小魚丸ごと骨ごとミンチにして適量与えたりする。でもなかなかこれ難しいんでね、あのペレット使う、亀用のペレットを食べるように仕向けておくとこのカルシウムドリンの火が崩れなくていいかなと思います。それからあとあの水がめの中でも箱がめのようにね、水場と陸場、水場も行くけどどっちかというとそんな泳がないで ほとんど陸場のじとじとしたところにいるカメですね。こういった場合には昆虫を食べますから、そうすると昆虫をまああげます。コオロギとかミルワームとか。ただこの昆虫はめちゃくちゃリンが多いです。だから昆虫をやる場合にはもう前もって昆虫にカルシウムパウダーをたっぷり振りかけておく。でその昆虫もカルシウムパウダーを食べると、それから体にもカルシウムパウダーがついると、そういう状態の昆虫を食べさせるようにすると、そうすることによってカルシウムとリンのバランスを保つということが大事かなと思います。それからあとこの UVB の照射不足でもなります。だから、まあ、一番いいのはやっぱり日光浴をすること。日光浴ですね、1日30分から1時間ぐらい、1時間ぐらいの日光浴をすると、これ大事です。ただ日光浴に慣れてない子の場合にいきなり1時間も夏の暑い日に日光浴するとそれで熱中症になっちゃうこともありますんで、あの時間は徐々に長くする、それからあと日陰も作ると、そういった配慮は必要かなと思います。それからあと日光浴がなかなかできない場合はそのフルスペクトルのライト、これをまあ使ってください。ただこれの場合にそのね、人間に害がない紫外線ライトを使った方がいいと思うんだけど、そうすると UVB はそんなに線量多くないと思いますんで、何時間照射したら日光浴と同等になるかってなかなかはっきりは分かってないんですけど、少なくともまあ10時間ぐらいは照射した方がいいんじゃないかなと思います。それからあとはまあそんなところですかね。で反対にね、治療でビタミンの D が不足してるわけなんで、ビタミンの D3 ですね。だから D3 をたくさんじゃ与えればいいかというと、そういうわけでもって D3 の過剰は過剰でまた問題が起きます。だから外からビタミン D3 をやる場合には月に1回とか週に1回とか一般状態を見ながら投与した方がいいかなとは思います。そうか、もうこれで10分ぐらいになってしまったんで、まあ亀の病気、まあ割とこれ一番多いんでね、最初にお話したんですけど、今日は代謝性骨疾患、メタボリックボーンディジーズのお話をしました。次はその下、RNS、微水症候群、肺炎、そういったところをお話ししていきたいと思います。じゃあ、パート4はここまでで終わります。それではまた。